こんにちは。朝5時半です、青空が広がってきました。気温は 24.5 度、蒸し暑いですね。お見返しを見に行ったらば、見慣れないやつがいました。これは多分ハラビロ1号です。ハラビロちゃん大きくなったね。この茶色っぽいのは七不思みたいな格好ですが、オオカマキリ、多分オスのようです。タイタンビカスマルコレットは自然交配の新品種です。今朝もウグイスが鳴いてました。朝日が昇ってきました。タイタンビカスブライトレッド、そしてタイタンビカスピーチホワイトです。花びらの上の方に、ハエトリグモですね。猫ハエトリでしょうか。相変わらず大きな花です。改めてハラビロちゃんを見に行きました。よく見たら羽化して成虫になってますね。羽が伸びているのでお尻も上がりません。まっすぐです。パンパスグラスです。今日も風がほとんどないですね。上の方ちょっとトウモロコシっぽい感じになってます。トリトマローペリ、どんどん咲いてきてますね。赤かの子よりも、派手さはあまりありませんが咲いてます。ひまわりのところのハラビロちゃん、幼虫ですね。お尻がキュンと曲がっています。ひまわりもどんどん咲いてくるかと思います。オンブバッタがいました。これはモミジアオイ、まだ完全には開いていませんね。青空です。ひまわりのところにいるハラビロちゃんはなかなかピントが合いません。ヘリオプシスの花にはモンシロチョウが飛んできています。蜜を吸ってますね。オオカマキリ、こっちはハラビロちゃん、多分1号です。お尻のところに注目するとやはりメスのようですね。オオカマキリと喧嘩しないといいなと思ってます。オオカマキリは多分オスで貧弱です。9時半になりました。日差しがとても強くなっています。気温は32度、そして日向は 36.5 度のようですね。もみじあおい、きれいに開きました。少し風があるようです。ハラビロちゃんも日陰に行きましたね。これは赤くなってない赤トンボのようです。オオカマキリなんですが、顔の方まで茶色いのは初めて見ました。ハラビロちゃんは少し日陰に避難したようです。こっちは綺麗な緑ですね。クスダマザキ水腐葉の葉っぱに何か青虫がいましたね。これは昨日の夕方です。家の中から三尺バーベナに飛んできたアゲハを取っています。珍しくピントが合ってますね。縦縞模様がしっかり見えるので波アゲハだと思います。こんな時キアゲハも飛んできたら違いが分かって、とってもいいんですけどもね。なかなかそううまくはいきません。間違って卵を産んでいるような感じでした。同じく昨日の夕方です。外を見たらばたくさんのトンボが飛んでいました。すごい数ですよね。以前庭に100匹くらいトンボが来ていると言いましたが、その時と比べようがないくらい飛んでいます。これは今朝です。ハシボソガラスの白ボタンちゃんかなと思います。口を開けて暑さに耐えています。白髪混じりのカラスです。丸尾です。長くなっています。母ちゃんは白髪混じりのカラスを自分と似てると思ってるのかな。丸尾、今日はかっこよく撮れたよ。今日はこの辺でバイバイにゃん。